うっす、浜ゆです。久しぶりのね、何気ない漁ということでやっていきたいと思います。じゃあまずはライフジャケットをつけて、でいつもの尺稼ぎカッパですね。で寒いんでいつもの防寒の手袋、これがね1000円します。1000円だったかな。はい、じゃあ沖に向かっていきます。はい、じゃあ旗が見えてきました。もうね、今回というかサブちゃんの、なんだろう、いつもの何気ない漁シリーズということで、なるべくカット少なめで長く、まあ、どんな感じなんかっていうのをねお伝えできたらなと思います。いつも結構カットしてるんですけど、本当はね来ない時間とかもめっちゃ長くて、その臨場感をねちょっと今日はお伝えできたらなと思っております。なるべく喋りながらとか食ってもね、食らないともしかしたら間が持たないかもしれません。というわけで私はひたすら喋り続けましょう。急に思いついたことをしょうもなくひたすらずっと喋り続けるので、中身は全くありません。どれぐらい中身がないかというと、なんだろう , 笑ってごまかすしかありませんね。さあ上げていきます。まずですね、こちらの鉛を上げていくわけなんですけれども、このねロープとかも束にしてるのがあるんですが、まあ、なんでこれ束にしてるかっていうとですね、海の深さとかそういったものがバラバラなので、やっぱ深いところでは伸ばしたりとかね、その浅いところでは縛ったりとかしてやってるわけで、まあ、だからねそれを束にする必要があるっていうのを、そんな感じでございます。さあそれでは網が上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか。お、魚がかかる前に磯にかかってしまいました。磯にかかるってね、こういう下に岩があって、その岩にかかるわけなんですよ。だからかかってる方向、例えば岩の、なんだろうな、北側に岩のかかってたら、その北側から引っ張ってあげないと、網が外れないというですね、でいろんな方向から引っ張ってあげることが大事です。まあ、そうしないとね、例えば北側に引っかかってて南側に無理やり引っこ抜こうと思ったら網がね破れちゃうという、そういう感じでねやっていっております。まあ、だからこうやって、なんだろう、舵を操船しながらやっていくのでね、大変舵の、段取りといいますか、そういったものが重要になってくるわけです。さあこうやって喋ってるわけなんですが、全然魚の来る気配はありません。果たしていつになったらお魚がかかってくるのか。そうですね、いつもはねもう最初の冒頭、5秒ぐらい繰り始めるところを撮った後に、あの魚が来るところまで、カメラを止めたりね、してるわけなんですけれども、またしてもね磯にかかってしまいました。こんな感じでね、魚が来ないときは全然来ません。さあひたすら喋っていても、あまり面白くありませんから、面白くありませんというか、なんか見る気が失せてしまうかもしれませんので、ちょっと私は黙っていきたいと思います。あ、疲れた。来るより喋る方が疲れちゃうね。いやー、それにしても魚来ないね。ちなみにこのネットローラーもうね多分20年以上経つと思うし、でこのネットローラーは12ボルトです。あ、なんちゃおらん。で、今日は、まあ、実はですね、今日はエイが欲しいなと。お、その前になんか来ましたね。こちらカサゴです。カサゴで、いつもね船をこう一生懸命止めてね喋ってるわけなんですが、まあ、そうしないとね、なんだろう、あんまりね、船は止めたくないんです。なんでかっていうと、こう海の上ってね、皆さんが思ってるより潮が流れてたり風が吹いてると、なんだろう、すぐ流れちゃうんですよ。例えば想像してみてください。お風呂にひよこのアヒルを浮かべ、ひよこのアヒルじゃねえな、ひよこのおもちゃを浮かべて、それがこう風でふーってやったらね、すぐ動くじゃないですか。そんな感じでね、でこうやってずっと左手に持ってるのは、これの説明をしたいと思うので持ってるんですが、これカワハギっていうお魚で、皮を剥いで食べると大変美味しいですね。で続けてこのカサゴも来ましたと。さあちょっと黙りましょう。
こんな感じで、まあ、また喋り始めるんですけど、来ない時はね本当全然来ないです。いや本当に来ないな。前までここめちゃくちゃね、あのメバルとかカレイとかがいて、メバルじゃないわ、ハギとかねカレイとかがいて、非常に、売り上げの上がる場所だったのですが、どういったことでしょうか。もう寒くなってきてね、また魚がいなくなってしまったのですか、どうでしょう。ちなみに食ってる僕の網、こちら金額がですね、もう、まあ、仕立て代も含めまして30万円もねするんですけど、かなりね網の糸が細いので、あのもうだいぶボロボロになってきました。まあ、網の糸が細い方が魚のかかりっていうのはね大変良くなるんですけれども、その分あの早く破れちゃうので、なんだろうな、すごいあの金額的にはちょっと困ることになります。あ、サザエがかかってきた。おお、でっかいサザエがかかってきましたね。サザエって餌を求めてこう夜にね海藻を求めて岩の上をこうずっと自分で歩くんですね。だから網仕掛けてたらサザエが歩いてる間にこう網にかかってくるという。アワビとかもねかかってくる時あるんですよ。あれ、俺そういえばエイの話をしてなんかしようとしてしてなかったな。で実は今日エイ狙いで、なんでかっていうと、あの企画でエイの皮をそのなんだ財布にしようという企画を思いつきまして、で昨日打ち合わせをして、あだったらエイの皮をちょっとサンプルに送っていただけませんかということで、それでエイを探しておるんですが、あんだけおったエイがねこう取ろうとしたら一匹もなかなか、まあ、今来てないんですけど来ないという、非常に困ってますね。もうちょっと早い時期に思いついとけばガンガンエイが取れてたんですが。お、そしてこちらは天然マダイですね。潮の流れが速いのでさっさと外して生かしたいと思います。外し方もまあ無修正で見ていきましょうか。こんな感じでね、口周りをなるべく外してあげて、でこちらの目合い 3.5 寸だったら目から抜けますので、これで完璧です。あっと、網の上に落ちてしまいました。こんなことは日常茶飯事でございます。そしたらこちらの天然マダイを生かしていきましょう。はい、それではね、こうしてる間にも網がね今流れてるんですよ。なるべく、急いでやっていきます。こう海の上はね結構時間との勝負だったりもします。だから風、僕ね、あの風のある日の撮影っていうのがすっごい嫌いで、多分僕が動画撮ってる時って泣いてる時が多いと思うんですよ。それなんでかっていうと、こういう感じであのカメラを回す際にですね、やっぱこうこだわったりとかしないといけないのであれでございます。さあ、また私がいらん話をしている間に、2匹目が来ました。こちらを外していきます。よいしょ。でこういうね、あのなんだろう、さっきは目から抜けたんですけど、目から抜けない鯛っていうのがねやっぱ大きさ的には出てきます。で目から抜けない時はこういう袋状になっているとこや破れているとこ、こちらから網を返してあげて、で出すと。でこれ一見簡単に見えるんですけど、初心者の方にやってもらってももうそうそうすぐにはできません。まあ、慣れたら簡単なんですけど、なかなか難しいとこです。めちゃくちゃいい鯛、もうめっちゃ超えてきたね。こちらも、生かしていきましょう。はい、の太田くんが、画面を拭く。でやっぱね、もう太田くんも撮り始めて長いですから、めちゃくちゃそのカメラとかの画面汚れにも敏感になってくれてて、でやっぱね、なんだろう、カメラが汚れてると見る側としてはあまり気持ちのいいもんじゃないじゃないですか。だからで、おまけに海だから水滴もねめちゃくちゃ飛ぶので、再三ねカメラを拭かないといけません。いや、それにしても漁以外のことを喋らないといけないというね。まあ、なるべくこういった裏話とかもねやっていきたいなと思って、あ、やっていきたいなっていうか、まあ今必然的にやらないといけないんですが、まあ何も来ないから、なんか他に聞きたいことあるかな。まあそうだな、とりあえず撮影の流れを、まあ、このまま見ていただけたらなと思います。でこうやって撮影しててもやっぱ魚が少なすぎると大概ボツにします。
今回ももしかしたらボツになるかもしれません。ボツになったらまあこのトークとか、まあ、しょうもないんですけど、トークとかは全部無駄になってしまいます。でこういうですね、鉛ですね、これだから釣りの鉛です。これがね結構外すのが何だろう、引っかかってて大変なんですよ。まあこれはね仕方ないなと僕は思います。ただね一番困るのがイカのエギっていうのかな、めちゃくちゃねわさわさってなってついてきてるのがあって、あれがねちょっとあれは困る、本当にあれはなるべく落とさないようにしてほしいね。あ、また鉛きた。昨日そういうこれはでも古いな。で鉛は集めて溶かしてね重りとしてね活用したりします。でこちら新しいの来ました、メイタガレイですね。お、いいタイが来た。こちらはメイタガレイ、あ、後でいっかこちらいいタイが来ました。おー、どうしたんで、なんか今日はタイの調子がいいな。いつもはヒラメが多いんですが、今日はね非常にタイが多いといったところで、私ね普通に網を来るもう5倍ぐらい疲れております。なぜかというと喋り同士で肺活量が死にかけです。じゃあ黙れよと、そういった声が聞こえてきます。さあちょっと流れるのでここは一目網を破ってから外していく、外していく。うわ、いいタイヤこれ、ふいふい、ほい、はあ、でこちら、柄もですね、ガラモって、まあ、僕らはガラモって呼んでる海藻なんですけど、これね本当一昔前、5年前とか、あ、5年前じゃないな、もうちょい前、5年以上前は冬になるとこれがね海の中わっさーって、ほんまにわっさーって、もう今の僕の陰毛ぐらいわっさーってしてたんですけど、なんだろう、最近はもう生えなくなってきましたね。でこれが生えないと例えばメバルが卵を産んだ時とかに食べられちゃうんですよ、同種のメバルに。メバルって卵を産むと親が食べたりもするので、共食いするので、なるべくねその小さな魚の隠れ蓑のっていうんですか、そういう意味で海藻があった方がいいんですけれども、近々全然海藻が生えません。で海藻がないことにメリットも実はあってですね、海苔の養殖って海藻がなかったらゴミが少ないので非常に養殖にするのにやりやすいんですよ。まあ、そういったメリットもある一方、やっぱ魚が育つ環境という意味ではあまりよろしくないというのがあれですね。でこちら、イネゴチですね。はい、じゃあ返しましょう。こんな感じでイネゴチももともと取れなかったお魚なんですが、ここ近年非常に増えてきております。まあ、その原因は分かりません。まあ、増えてくるものがいれば少なくなってくるものがいると、そういった感じですね。で今日はだいぶいつもより沖手にやっております。まあ、沖手にやった理由はエイを狙ってっていうのもあるんですけど、この沖手の方、こういったですねメイタガレイ、グッドタイミングできましたね。メイタガレイとかアマテガレイがね非常に多く取れるはずだったんですが、狙い通りと違ってかなり少ない状況となっております。ちょっと休憩こうやってねカメラを、まあ、なんかしてる時に限ってこういう今グッドタイミングで撮れた萩三連単、萩が三連、萩にメイタガレイにと、調子が大変よろしいですね。でね、僕子供の時に好きだったのが、あ、これグレだ、あ、グレ、そしてオニオコゼ。オニオコゼはね刺されると危ない。おお、いいもん来やがったじゃねえか小松。はい、小豆島の磯回りで取れるね最高級の、高級魚を1匹来ました。キジハタですね。まあ欲を言えばですね、長崎のクエみたいなそういうものがね取れてくれたら僕ねすごいな、ワクワクするんですよね。水族館でねクエのなんだろう、クエのでっかいのとかも見たことあるんですけど、あれめちゃくちゃでかいじゃないですか。あれをね取れたら楽しいだろうなと思って、で将来的にはね長崎の方でクエ漁師になりたいなって、思います。冗談です。小豆島からちょっと出る気はありません。小豆島ってね、いいところってね、
何かっていうと、人が程よく少なくて買い物するには丸中スーパー丸吉もあると。おっとおっと、ちょっと目から抜けないな。あ、どうしよう、目から抜けないから、目から抜けない場合は魚を無理やり抜くとね、傷んじゃうんで、こうやって返していきます。ちょっとねお時間、2分少々飛ばしください皆さん。私ね、あんまり2つのことを同時にするというのが苦手で、こう喋ってるとですね、集中できないものですから。で、網くりはじゃあ集中できなくてもできるのかいということなんですが、なんだろう、網くりもうねずっとやってるんですよ。というわけで、この魚を外すのもそういえばずっとやってるから喋りながらできるということに今気がつきました。というわけでずっと喋りながら外していきたいんですが、喋ることがないのでちょっと黙って喋りますね。だから結構時間がかかるので、本当ね、動画だったら一瞬で外してて、なんか魚取れてわーみたいな感じになるんですが、結構時間かかります。だから外す時っていうのはね、すごい地味な作業なんですよ。これがね、僕はあんまり縦網で好きじゃないとこですね。外す作業が長い、長いし、外す作業は楽しくない。僕網食ってね、魚がいっぱい来るのは好きなんですけど、その後の外すこと考えると、うん、ちょっとなみたいな。で、今目から抜いてますけど、網の目が大変少なくなったので、結構スムーズに抜けると判断して抜いております。ほら、よし、おー、ええよ、これええー、やこうですね。じゃあ生かしていきましょう。パンパンに超えてるよ、冬になってきて。はい、じゃあ生かしていきますと。ちょっとね、ここで一回網を止めて、よいしょ、で魚たちを外していきたいと思います。で、一番に外す必要があるのがこちらのオニオコゼですね。で、オニオコゼってね、本当にこの背びれのとこに毒があって、これをね刺されちゃうとめちゃくちゃ痛くて、まあ、ただタンパク質毒だから40度以上のお湯につけたら、大丈夫ですが、船の上に40度以上のお湯を作れるもんがありませんので、大変危険です。僕はねこれ膝から踏んだことあって、痛みがね金玉近くまで、来たことがあります。で、これ釣りの定番なんですが、メジナかな、まあ僕はグレって呼んでるんですが、いた、もう冬になるとね、超えてきてパンパンです。メジナめっちゃ超えとる、ほら、まあ、これはね売れないんで逃がします。で、これがカワハギ。まあさすがに寒くなってきたとはいえね、この網長いからずっと掘ってくるわけにもいきません。こちらカワハギ、大変美味しい、肝が美味しい。で、このピロピロって出てるのがオスですね。そしてこちらがメイタガレイ、僕はメダカと呼んでおります。目が出てるからメダカなのか、それともメダカみたいに可愛いからメダカなのか、その由来は分かりません。こいつ本当つかみどころがなくてツルツルなんですよ。はい、こちらメダカですね。目が出てます、こんな感じ。はい、それじゃあ外すまで飛びたいと思います。はい、というわけで外し終わりました。こちらですね。はい、こちら、早速生かしていきます。で、このおこぜだけは別の生け間に入れておく。はい、じゃあ生かしていきます。で、おこぜはこっち。ちょっと一段落したら喋るのすっげー疲れちゃったんで、普通に食っていきます。さあ、というわけで繰り始めですね。お、早速繰り始めからまたメイタガレが来ました。
おお、やっぱね、予想通りちょっと沖の方はメイタガレイが多いですね。私の読みが当たった。なんか読み狙いに魚が来ると嬉しいもんですね。で、僕子供の頃やっぱなんだろう、こういう仕事はしてないんですけど、沖とかについていくことはよくあって、その時に好きだったのが、こうなんだろう、船の前とか横から覗き込んで魚が来るのを見るっていうのがね、すごい好きでした。はい、また特大メイタガレイですね。じゃあちょっと僕の子供の頃の目線を再現してみましょう。魚来てるかな。おじいちゃん、魚来てる？おらんね。でカメラをこうやって向けるとね、なかなか魚が来なかったりします。ていうか、いつも赤エイが山ほど来るのに、肝心の赤エイが今日は来ないですね。おお、アマテガレイに、メダカガレイですね。アマテガレイがね、今11月の半ばなんですが、まだまだ相場いいです。ただもうちょっとすると卵を産んでめちゃくちゃ痩せてもうガリガリになりますので、そうなったら値打ちはありません。そして今赤ゲタが来ました。赤下ビラメ、赤牛の下ですね。お、また赤ゲタビラメが、赤ゲタビラメ混じっちゃった。でメイタガレイが来て、非常にメイタガレイが多いです。最近ね、アコウとヒラメがすごい多かったんですけど、今日はどうやらその兆候はありませんね。さあ、いい感じにちょっとね溜まってきましたよ、メイタガレイさんとかが。メイタガレイにアマテガレイ、それから赤下ビラメとソコモンって言われるんですけど、ソコモンが大変溜まってきました。でソコモンの中でもですね、アマテガレイさんじゃなくてメイタガレイさんはね、非常に死ぬのが早いので、もうアマテガレイの場合は、アマテガレイじゃないわ、メイタガレイの場合は諦めて締めて氷して次の日市場で売ることが多いです。まあ、大概煮付けとして活用されるんで、そこまで問題はありません。こんな感じでなかなか魚が来ない。間は本当はカット。だね、場所によってやっぱね、ちょっと動いたら、ちょっと動いたらもうこうやっていなくなったりとか、魚のいるとこっていうのが結構決まってるのかなって。磯から外れたりしたら魚ってですね、すぐねあんまいなかったりとか、逆に磯から外れてたら底もんが多かったりとか、そういうのがあります。でこういうね、なんだろう、もつれっていうのは直しとかないと、海の中で網がねこうぐしゃってなってる状態なんで、まあお店でいうと売上機会の損失というか、かかるであった魚がかからない可能性もあるので、しっかり直していきます。でこちらオニオコでですね、ちょっと危ないんで前の方に置いておきましょう。ああ、こうやって逆巻きしたら反対回してもう一回取ってあげる。網の破れが増えてくると、この逆巻きする可能性が、つい多くなるので、網が破れてると、破れたとこがこう伸びちゃってね、でこう巻いていくよという。またちょっとこれはマゴチかなと思ったらイネゴチでした。イネゴチはね、食べたことあるんですけど、非常にその淡白な味わいというか、脂ももうほとんどなくですね、まあ旨味も少なかったというのが僕の印象です。ただ魚って食べる時期、個体差によって全然違うので、それは一概には言えません。おお、ボールが来た。久しぶり、ボール。こちら変わったボールが来ました。
久しぶりですね。こちら、なんだっけな、名前また忘れた。まあ、あの下駄とかと同じ仲間で、あのなんとかの牛の牛みたいな。おお、ヒラメで、この間もね、あんな感じでボール状に来て撮影しようと思ったんですけど、完全にその魚がですね、どっか行っちゃってで撮影することできなくてたんで、これちょっとね置いておいて、またメインチャンネルの方でやりたいなと思います。よいしょ。でヒラメは先外して、見てください、いいヒラメちゃんですよこれ。うん、こうやって来ましたね合わないですねタイミング、こんな感じで。で基本的にカメラに対してこう横にした方がカメラが、あのなんだろう、縦画面じゃなくて横画面なので、いいんですよ。カメラに対してこう縦にしちゃうとどうしてもね写りの迫力に欠けるので、そういったとこもね案外気をつけて撮影しております。まあただいかに楽しそうに見せるか、見せるっていうのは見せ見じゃなくて、あの見せるですよ、先駆け男塾の先駆けみたいな感じのやつです。いやー長いな、旗が長い、この網ほんと樽ぐらい長い、樽ぐらい長い、もういいよっていうぐらいね網が長いんで。まあこういうライブみたいなのをねいつかできたらなと思います。瀬戸は日暮れて波こなみ、あなたの島へ鬼おこぜが来て、刺しては刺しては、みんな痛がる何の歌やろな、全く面白くないですね、何も面白くないと。もうなんかね夕日を撮ってます、夕日じゃない朝日を撮ってますね、あまりに面白くなさすぎて。おー、天手枯れのいいのが来たで、そろそろねあの魚を外していこうかなと思うんですが、あとちょっとでもう終わりそうなんで、もう網をね繰り進めていきたいと思います。よいしょ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 。でこの網、ローラー使ってるから軽そうに見えるんですけど案外重たいです。慣れてない人だとその力バランスっていうんですかね、無理やりこう一生懸命こう引っ張ってねすぐダウンしちゃうんですけど、そうならないように一定のパワーをずっと保ってくるって感じですね。いや僕のなんだろう、もう最近衰えてきたんですけど腕の筋肉っていうのはほとんどこの網くりによってできたと言っても過言ではなくて、まあそんな感じですね。でエイが来たんですけどめちゃくちゃちっちゃいです。おお、またエイヒラメや、エイヒラメだけどちょっと擦れてますね。ちょっとあんまりにも多くなってきたんで先に外します。まあ、ちょっともう外すとこは割愛していきましょう。カツカツカツ。はい、それでは外し終わりました。底もんが結構多いです。アマテガレイにメダカがねたくさんです。じゃあ生かしていきます。おお、底もんだらけの池間ですね。はい、 OK です。はい、じゃあ続きの網を上げていきます。実はですねもう一枚網をやってるので、もう一枚このまま お見せしたいと思うんですが、あまりにも長く皆様もし飽きるようでしたら、飽きるような時間、まあ仮にねそうだな30分40分超える動画になったら、まあ後編という形でやっていこうかなと思っております。あれやっぱ逆やったかな。
網のネジというのはですね、実際これがねじってるのか、網がただかぶってるだけなのか、それがどっちかね、見極めないといけません。で、あそこに見えるはですね、小豆島の有名な観光名所、寒霞渓じゃなくて二十四の瞳です。坪井栄先生だったかな、ごめんなさいね、ちょっとわからなくて、その先生が、何だったかな、ちょっと由来が分かんないな。とりあえずなんか学校とかがあります。で、魚も泳いでます。楽しいのでぜひどうぞ。映画のセットで作られたやつですね。だから京都の映画村みたいな、そんな感じだったような気がします。さあ、その近くに来て魚はポンといなくなりました。まあ、ここら辺は主に磯ではなくほとんど砂地なので、仕方ないのかなと。さあ、網の残りももうあそこです。だいたい残り100メートル、100メートルですね。残り100メートルといったところで、タイの上がりが来てしまいました。まあ、僕の動画を見てくれてる方はご存知だと思うんですが、上がりの魚っていうのは生きの魚の本当に半分から3分の1の値段に落ちてしまいます。生きてる状態の身のグリグリ感がね、やっぱ小豆島の人好きなので、そういった感じですね。こうやってね、魚が何もいないとすごいスムーズに網がくれます。よし、はい、というわけで、網やりが終了しました。まあね、ソコモンのカレイとかヒラメとかが結構いたのと、あとタイ、それからアコウがですねちょっと取れたので、まあ金額的にはそんな悪くないのかな。危な、よしよいしょ、はい、ハッと上げて、1枚目の網くりは終了です。はい、OK。 はい、じゃあ2枚目の網くっていきます。でこちらの網はですね、目合いが4寸とですね、まあ、4寸4寸約12センチですね。大変大きくて、かかる魚も基本大きい魚しかかからない仕様になっております。で、取れる魚によって網の目の大きさっていうのを変えるっていうのが、まあ、この刺し網の大きな特徴になります。で、まあ、こちら僕が今回狙ってるのはヒラメですね。ヒラメ今11月なんですけど、磯の際にいることが多くて、それがね取れたらいいなと思うんですが、取れるかどうかは神のみぞ知る、まあ、神のみぞっていうか僕もこの後知るんですけど。そして私の今日の朝飯はお味噌汁と。はい、というわけで1匹目タイのでっかいんが来ました。おお、生きてる生きてる。おで、カレイも、あ、いいね、ヒラメだった。ヒラメも来ました。ヒラメは放流サイズなんで放流します。おお、逃げちゃったって逃がしたんですけど、カメラに映したかったんですが、落ちちゃったという。実際ね、こうカメラにこう綺麗に映したくてもね、あの魚って非常に元気でパワーがありますから、なかなかうまく持っていることが難しいといった感じです。わー、タイやな。他のタイはね、餌食ってるからかめちゃくちゃ調子がいいですね。 OK。 ちょっとね、さっき喋りってくりすぎちゃったんでかなり疲れました。というわけで、もう静かにね、ボソボソと繰りたいと、ボソボソと喋って繰りたいと思います。僕はね、疲れてくると大きな声が出せないタイプなので、こんな感じです。お、で、オニオコゼですね。でかい。オニオコゼもまたでかいですね。
おお、そしてアマテガレイのいいやつ。お、なんだなんだなんだ。あ、オニオコゼか。なんだと思ったらオニオコゼ。まあオニオコゼはね、あの相場もいいのでいいんですけど。もうアマテガレイもね外していきます。で4寸ともなるとね、さっきまでのアマテガレイと違ってほんとね一回りでかい。これが春とかだったらほんと1匹1500円とかしますからね、めちゃくちゃ相場いいです。でこちらの網はですね、先ほどよりもあのだいぶ短いのでポップに来ることができます。まあ、やっぱ網目がでかい分ですね、大物ほどね魚っていうのは少なくなってきて、でやっぱちっこいやつほど数が多くなります。大きい網目のやつっていうのはその分なんだろう、取れる量といいますか、取れる数、それがね大変少なくなります。まあ、ただ僕がこの網好きなとこは、来たらやっぱ大きなヒラメが来るとか、取れる数が少ないので外すのが大変楽なとこです。で磯立てって言って、僕はあの磯立てがあんま好きじゃないんですけど、メバルとか取るあの小さな網の目のやつのことを磯立てって言うんですが、あの大変ですね、外すのがすごい大変なのであまり好ましくはありません。いやー、なかなか来ませんねって言おうとしたら来るんですよ。ずっと心に笑顔。おー、おほほほ、ヒラメ。いや、ヒラメ来ました、嬉しいですね。でこちらのヒラメちょっとね、先ほどまでと色が違うじゃないですか。でヒラメもね擬態して、あの場所によって色が違う。だからここら辺ちょっと白っぽい色なんでしょうね、ここらは。あ、ちょっとちょっと危ない、逃げちゃう逃げちゃう逃げちゃう。よいしょ。やっぱヒラメをねバン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 来てほしいですね。もう外すんがめんどくさいよっていうぐらい。ヒラメは嬉しい、お金がすごいいいから相場が。おお、またアマテガレイのいいやつ。おお、またお、アマテガレイにカレイにヒラメに、嬉しい。テンションぶち上げ、テンションぶち上げでございます。まあ先外そうかなと思うんですけど、もう網も残り少ないんで先食っちゃってから外しましょう。多分見てる人ね、めっちゃ飛ばしながら見てると思うけど、こっちは飛ばせないからね。僕も飛ばせるもんなら飛ばしたいけどね、網っていうのは飛ばせない。まあ人生と一緒ですね。だから皆さんもね、飛ばさないように見ていただけたらなと。あ、全然いいんですけど、遠回りしようと思えば近道、何を言ってるのかちょっとわからないな。おお、エイが来たけどちっちゃい。エイカワにはちっちゃいな。いや、財布にするのにめっちゃでっかいエイが欲しかったんですけど、ちっちゃいっすね。エイカワ財布とかめっちゃ欲しくないですか。めっちゃ欲しくないですか。で僕もエイカワ財布、おお、でかっ。あ、上がりや。おお、またヒラメ。うひゃー、なんだこれ、楽しい。やっぱ楽しいんですよね、魚が来るっていうのは。面白いじゃん。エイカワ財布、ちなみにね、あのネットで見たら作ってるとこあって、調べたらあの 5,6 万一財布するんですよ。なんでそんなにするんだろうって思って、その革を作る人とね喋ってたら、もう革をね、革にするだけでなんかめちゃくちゃ数万するらしくて、そもそも原材料よりそっちの方が高いっていうね。プラスそっからさらに財布にするから、どうしてもねあの値段になるみたいで、ほとんど手間賃ですね。おお、手間賃、技術量、そしてこちらアコウです。めちゃくちゃいい。
今日はね、いいアコが2匹も取れました。お、なんだ、大量じゃねえか今日は。なんだハギだハギだハギだ、ハゲとかってね、あの漁師さんに言っては言う人もいますね。皮をハゲ、前のその皮をハゲ。かなり厳しい話もす、なんだこれ。あ、これですね、あのアジのカスがついてますけれども、あのアジのカスがついてるってことはハモがね、おそらく噛んでそのままぐるぐるって回った後に網を破って逃げていったということですね。まあ嫌ですが仕方ないと。はい、じゃあ残り網ももう目の前です。もうそろそろ網くりが終了します。最後に何かでかい魚来ないかな。今のちょっと超わざとらしかった。よいしょ、はい、というわけで網くり終了。なんだ、鉛がかかってるな。はい、というわけで今日の網くりは終了です。で、見てくださいこれ、こんなにたくさんのね魚が取れましたんで、早速ね急いで外していきます。はい、というわけで全部外すことができました。ヒラメにカレイにも大量ですよこれ。アコウもよし、生かします。大量です。生きるかな。はい、じゃあとりあえずね急いで帰って生かしたいと思います。はい、じゃあ帰ってきたんで生かしていきたいと思います。まあ、とりあえずね、取れたやつどんだけ取れたかね、この上に出していきたいと思います。結構な量取れたからね、ちょっとお見せしたいなと思って、まあ、これもね急がないと死んじゃうんで、ちょっと 早撮影になるんですけど。はい、でこれだけの量の魚が取れました。パッとね紹介していきます。天然マダイに、アコウですね、めちゃくちゃでかい、それからカワハギ、そしてアマテガレイ、そしてヒラメ、そしてウマヅラハギ、そしてメイタガレイ、そしてカサゴですね。じゃあ早速生かしていきます。よいしょ、死んじゃうか。じゃあ入れていきます。おー、大量だ大量だ大量だ、大量バターだこれ。小さいタイはねもうリリースしましょう。小さいヒラメもリリース。はい、これで OK。 イカシモンだけでなんとこれだけの量が取れました。大量ですね。大量のね、オニオコゼが取れました。すげえ量で、これを一番にね明日持っていきたいと思います。果たしていくらになるのか。まあ晩もね多分網やると思うんで、それも含め持っていきます。今回は値段の最後なので、動画の最後なので最後までお待ちください。翌朝です。はい、それでは市場の方、市場といいますか、まあ港の方へ向かって車を走らせていきます。それでは電気をつけて、いつもの尺稼ぎ長靴ですね、まあただ尺めちゃくちゃあるんでむしろ邪魔かなと思いますが、船の方へやってきました。それじゃあまずおこぜを出していきます。鬼おこぜはもうあのこの寒い時期だとですね2時間ぐらい箱の上で平気で生きるので、もう箱の中に立てて、こちらがメバル類ですね。まあ目が大きいとはいえ、いくつかはメバルがかかってきます。それでは網の中の魚を締めていきましょう。まず網の中の魚を全部カゴに移して、で、脳天締めをして、で、ここで父がね、俺が締めるっつって、で、僕は首の背骨の付け根、そこを切って血管切って血を出して、尻尾の方も切ります。そしたら池間の中に入れて、水の中でしっかりと血抜きをしていきましょう。体を締めまして、
でアコウとかもアコウが 2,3 匹いたのかな、締めて、でこっちもね、あのちゃんと付け根と尻尾、それからヒラメ、そのまま背骨切断で締めて尻尾を切っていきます。結構ヒラメの骨とかもね、薄そうに見えて硬いんですよ。で全部の魚が締まったらカゴに移して、それを次丘の方へ持っていきます。船をまたいで落ちないように気をつけて、ちなみにこの右手に見える箱の中にね、巨大なトビエが入ってます。でそれを車親父に渡して、こちらも積んでいきます。なんかよだれみたいなのが見えますが、よだれではございません、水です、多分。でこれで全部の魚が運べたら、氷水にしっかりと冷やしていきます。で最後にカバーをかけて親父に車に持って行ってもらいました。ありがとうございます。はい、気になる一番の値段ですが、約4万円でした。約とつけさせていただきます。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。